Esatto. 今日は本場のピザ、ナポリピザを焼いているお店にやってきました。見てください、今このようにテイクアウト用の本物のこれがナポリピザです。出来たてのピザはこんな感じです。そしておじさんが、Quanti anni che fa questa pizzaiolo? Io sono 50 anni. 50 年ピザを焼いてる。Come si chiama lei? Armando. Armando さんです。おいしそう。そしておばさんが今テーブルに持っていきます。こんな、これがピザの元を作るおじさんです。今ピザを用意しています。Questa è margherita? Margherita, capricciosa con le melanzane. Capricciosa とあとナス。見てください、このように入れて、そしておじさんがこれでピザをこの上に乗っけてザッ焼きます。早技です。E quanto ci stanno dentro? Più o meno un minuto? Ah, minuti? Tre minuti? Da dai 3 分ぐらい焼くそうです。Lo metto YouTube io. Mi fai sapere. すごい暑いです。あ、もう見てください、このように向こう側に炎があるので何回か回さなきゃいけません。じゃないと焦げすぎちゃいます。見てください、くるっと回して、ほら、あ、じゃあベレファット、no, questo le aveva già messo, questo aveva già messo prima. 焼きたてのマルゲリータです。